充電用の USB-C ポートを取り付けましたけど、ちょっとあのね、まあ配線がこのバイクなんかテールランプのとこのプラグソケットがめちゃくちゃ硬くてどうやっても外れなかったんで、もうバッチョクでとりあえずつないだ、バッチョクでつなぎました。なのでこれバイクの電源入れなくても普通使えるというね、キーをオンにしてなくても使えます。これね USB-C ポート USB-PD 充電これでできてるはずなので、GoPro コマ充電したまま使えるかちょっと試してみましょう。 USB-PD 充電ができていればこのままの状態で、GoPro を撮影した状態でずっといけるはずなんで、その USB 充電だとこう充電が追いつかなくて、でいずれ撮影録画してたら勝手にバッテリー落ちてるっていうパターンが多いんです。で GoPro9 あたりからこうなったやん、バッテリーの容量がアップして USB-PD 充電じゃないと充電が追いつかない仕様になったので、まあ今までの USB ポートは充電ポートはほとんど使い物にならなくなった。でこれ USB ポートこれな、これだと充電が間に合わないんで GoPro ので、 USB-C ポートつけたんですけど、とりあえずまあバッチョクでつけまして、今から走行テスト行きましょう。遠出するときに充電しながら撮影してずっと撮っとかんと何があるか分からないのでずっと撮ってきたんやけど、今までやったら充電してんのに途中で勝手にあの電源オフになるからね、充電追いつかなくて、それが USB-PD 充電になったらなくなると。うわーなんかすごい煙えぐい。今バッテリーどのくらいになってるか見ようか。バッテリー何パーセント？ 92% ありますね。これ現時点でバッテリー 92% あるから余裕でいけるね。これ GoPro のバッテリーが全く減ってないから、これバッテリーなしでもいけそうやね。バッテリーパックなしでいけるんちゃう？ USB-PD 充電やから。うん、その場合夏の場合そうやったらいいかもね。やってみようか。バッテリー抜いた状態でも充電できるか。これモバイルバッテリーだったらいけるんですけどね。バッテリー抜きまして、でケーブルつないだ、電源入るかな。あ、いけましたね。録画もできます。やってます。バッテリーなしでも録画できてる、完璧。 USB-PD 充電は必須やな。ケーブルの取り回しはですね、まあこんな感じでヘッドライトを取らずに無理やりこの隙間から入れましたね。で どうやって通したかというと、まあ、こちら側からこのタンクの下の隙間のとこ、じゃあ反対側からやったんか、ここや、ここサイドカバーの中、こっからサイドカバーの中通して、サイドカバーの中からこうタンクの下側通して、でこのバッテリーのとこにつなぐという感じです。簡単、結構やったら、やってみたら簡単と。はい、 USB-C ポートうまくいきましたね。充電これで GoPro の充電問題は解消されたし、まあこれモバイルバッテリーとか充電するときも結構早い急速充電できるからこっちの方がいいよな。もう、はい、というわけで USB-C ポートの充電が、もう煙がプー、 USB-C ポートの充電ができるようになりましたので、ね、